とにかくダメだ。分かったね。お願い姉さん、今夜だけ。クラスの女の子はみんな行くんだよ。遅くならないから約束する。ダメなものはダメだ。不公平だよ。なんでみんなはいいのに私だけダメなの。一週間言われたことはちゃんとやってるのに、一度だって遊びに行ったことないじゃない。何度言えばわかる。お前は特別なんだ。それにルールがある。望んでそうなったわけじゃない。ただ外に出かけて友達を作りたいの。他のみんなと同じように。同じにはなれない。いい加減理解しなさい。おやすみ。やめて。隣にいるよ。何かあったら呼んで。ほら、静かにするんだ。いいね、ジョディ。土曜の夜なのに閉じ込めるつもり？ねえ、私だって外に遊びに行きたいの。ダメだよ、ジョディ。ルールはルールだ。お願い。いいでしょ、コール。お願い。ねえ、今夜だけでいいから。姉さんには秘密にすればいいじゃない。気の毒だとは思う。でもダメだ、できないよ。もうやめろ、ジョディ。こんなことしても無駄だぞ。外出禁止。気にもしないよ。何か別の方法を考えないと。ええもう落ち着きました。部屋はぐちゃぐちゃにしましたけどね。本当にごめんなさい、コール。こんなことしたくないけど、分かってくれるよね。どうしても今日は出かけたいの。
分かってる。でも今さら引き返せない。鍵が。そりゃそうだよね。おう、よう、コール、ジョーディ。散歩にしちゃ遅くないか？うん、ちょっと気分が、具合が悪いみたい。それでちょっと外に出て、新鮮な空気をって。大丈夫？病院に電話しようか。うん、いいのいいの、大丈夫だから。あの、コールが一緒にいるから、ほら。ね、コール。だから、そう。どうした、コール？静かだな。ん？声が出ないみたい。なんかのウイルスだって。いろいろ私も聞いたんだけど、それくらいしか。他の人にうつすなよ。俺なら家に帰って寝るな。みんなのためにも。いいぞ、行けよ。ほら、行けよ。うん、少なくともコールの車は知ってる。カメラだらけ。長くはいられないな。車に乗って、それでエンジンかけて。もうまだ体が見えてる。行こう、エイデン。目立たないようにね。いい？コールじゃないか。非番か、ジョーディ？許してくれるよね。すぐに戻る。大丈夫、心配しないで。オッケー、エイデン。森の中に連れてって、安全な場所に。
ほら、着いたよ。みんなもう中にいるはず。まだいない。待てよ。年はいくつだ？21だよ。レモネード。あれいくつだと思う？15。いや16か。こんなとこで一人で何してんだ？さあ、俺たちの相手しに来たんじゃねえか？見てみろよ。あのガキ結構俺のタイプだぜ。よく言うぜこいつ。さっさとビール飲んで黙ってね。おい、お前だってその気がないわけじゃないだろう。ん？男はさ、まあ確かにそれぐらいしか思いつくことはないけどな、こんな時間に。おい、なかなかいい体してるじゃねえか。顔も悪くねえや。あら、いい加減にしろ。あれだけダメだと言ったのにどうして聞かないんだ。自分がどんなに危険なことをしたのか分かってるのか。ジョディ、クリステンの誕生会を覚えてるだろう。エイデンが危険なのは分かってるね、だろ。ただお前を守りたいだけなんだ。ごめんなさい。ただ一度でいいからみんなみたいに遊びたかったの。